はい、こんにちは、マイクです。今回はですね、ドローンの第3回目ということでですね、3回目のフライトの模様をですね、お届けしたいと思います。もうすでに飛んでしまっているんですけども、なんとかですね、今回でですね、やっと3回目にしてですね、自由にとりあえず行き来をして、それから自分のところに戻ってくるっていう、そういうフライトがねできるようになりました。はい、結構ですね、この機体はですね、多少の風を受けてもですね、ホバリングに関して結構安定してますね。フラフラするわけでもなく、どういうことですかね、ちょっと分かりませんけども、プロペラの構造とか車体のこの構造ですかね、なんかそのセッティングのあたりでいろいろこう性能差が変わってくるのかもしれないですけども、この機種に関してはホバリングがかなり安定しています。これはちょっと特筆するべき部分なのかなと思います。結局風でですね、かなり流されるそうなんですけども、そのあたりがですね、素人目から見てですね、あまり流されてないように見えますので、コントロールも、風吹いてた時のですね、コントロールも、まず、なんとか乗り切れるような、そんなパワーがあるんですかね。どういうことかちょっとわかりませんけども、これはちょっと意外でしたね。やっぱりレビュー通りといえばレビュー通りなんですけども、これは一体何メートルぐらいまでの高さまで行くのかなっていう時で、カタログには120メートルぐらいとかって書いてあるんですけど、まあ、120メートルっていうともう豆粒で見えませんよね。だから本当にそこまで上がってくれるのかちょっとわからないですけど、いつかねやってみたいと思います。近くにですね、幹線道路もありますので、もしね風で流されてうちの方に行ってしまったらね、大変なことになりますので、まだ初心者のうちはですね、あまりこう遠くの方に飛ばそうっていうふうには考えないようにして、とりあえず手も飛んでったら自由に飛ばして、その後自分のところ手前にですね戻ってくるように操作するように心がけていますので、音がいいですよね。何かこうラジコン的な音なんですけども、何かこう遊び心があって、人によってね、うるさいとかやかましいとかって思われる方がありませんけど、私はもうこういうガジェットっていうのが大好きなので、音はですね、気になりませんね。むしろもう音があった方がなんかこうリアル感があっていいですよね。ウィーンなんて音がですね、急に聞こえてきたらワクワクしますよね。これがですね、多分昭和40年代生まれの男のそのあれですかね、佐賀ですかね、昔はですね、ラジコンの飛行機ですね、憧れましたね。かなわなかったですけども、エンジンですね、電動ではなくてエンジンを積んで飛ばすっていうのをすごい憧れましたね。ヘリコプターはですね、やっぱりお金がかかりすぎるっていうようなイメージでしたよね。今ですけども、一瞬鳥の羽が映りませんでしたかね。鳥がですね、時々交差するんですよね。
一瞬なので、ちょっとすぐ見逃しちゃいますけども、寄ってくるんですかね、鳥が。白い物体が浮いてるので。空の方を映してますけど、今はまだ登場してないですね。かなり広い範囲を飛んでくれてましたので、アクションカメラの、画角ではちょっと、来ましたね。いいですね。で、内蔵のカメラの、スイッチをですね、押すところがあるんですけど、それをどうやらちょっとオフの方にしてしまっていたようで、データが入っていませんでしたので、ちょっとその辺はちょっと反省ですね。まあ、2画面でですね、アクションカメラと、それから内蔵のカメラをで映した映像をですね、リンクさせて、ちょっとお見せできればよかったかなと思いますね。また後日ですね、チャレンジしてみたいと思いますが、ここで天気予報が週末にかけてですね、あんまり良くないということなので、まあ、雨の中飛ばすわけにはいけませんので、ちょっと、また来週以降になるかもしれないんですけども、飛ばしてたらなと思います。で、このキットにはですね、私購入したキットには、全能版というタイプで、アタッシュケースみたいのが入ってたんですよね。で、その中にスポンジにくるまれ、スポンジの型取りされたそのものが、まあ、AC、DC のケーブルですとか、内蔵ので、バッテリーですね、バッテリーが2つと、内蔵というか、取り外しできますんで、バッテリーが2つあって、からフィンのスペアと、それからフィンガードですね、フィンガードのプロペラガードですね、プロペラガードのスペアのタイプ、スペアっていうか、それが一式入ってたんですよね、スペアではなくて一式入ってました。で、2個目のバッテリーがですね、ちょっと余裕があったので、こうちょっと遊んでますけども、夕日をね、撮ってる、夕日、あ、すみません、朝日ですね、朝日を撮ってるつもりでね、本人はいますんで、実は全然録画されてなかったんですけども、もうこうやっての現場でですね、操縦してると、もうそういうことをそういうところはちょっとね、抜けてしまうっていうか、一人で撮影してますので、あれもこれもとね、できなかったってこともやっぱり撮れてなかった原因の一つで、ちょっと反省しなきゃいけないですよね。あとは特にはないですけども、やっぱり止まっていられるっていうのは大きなポイントですよね。いろんなドローンが出てますけども、いかにこう止まっていられるかっていうのが、その辺がですね、やっぱり部屋と違って野外は、まあ、少なからず風出てますので、風の強い時なんかはもう多分飛べさせた飛べれないような感じしますね。じゃあそろそろ戻ってくると思いますので、この辺りで今回はお別れさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。もしね、よろしければチャンネル登録の方をぜひお願いします。またどんどん面白い動画上げていきたいと思います。マイクでした。さよなら。
て